フーリーです。はい、今日はサムネにもある通りとある方とのコラボ動画になります。いやー、一人でやっていても寂しいので早速読んでいこうかと思います。どうぞー。わーこれ挨拶しても大丈夫そうですか？わーったぎゅーっとマリでーす。マリちゃんに来てもらいました。お邪魔しまーすお初ですかね？お初ですね。はい、嬉しい。もうずっとフーリーちゃんとコラボしたかったんで、嬉しかい、嬉しいと嬉しいです。コラボしたかったのに嬉しいです。よかった。はい、今日は何するんですか？今日はですね、はい、インスタにもインスタの質問箱で募集した質問に答えながら、韓国チキンをじゃーん、美味しそう、食べていこうかと思います、はい、お願いします。楽しみ。これさ、まりちゃん、真ん中。あ、ごめんごめん、大丈夫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 、ごめんね大丈夫無事、みんな、みんなみんな、なんて、なんか動いたって、画面が 3D だよ。すいません。ねえ、こういうの初めて。すごい。ちょっと、開けるこれ、一個、うん、開けよう、開けまーす。たらーん、これは味を紹介、ヤンニャムチキンになります。ヤンニャムじゃないの？ヤンニョム？ヤンニョムじゃない？ヤンニョム。え？ヤンニョム？ヤンニョムでしょ？ヤンニョム？ヤンニョムチキンです。と？と？これ何？醤油かな？これ醤油か。醤油です。と？と、ハニー。ハニーか。わあ、甘そう。ハニーマスタード。ウィ。あります。じゃあ早速これをね食べながら。え、本当にお腹空いたんだけど。すごいね。何か食べる？私はヤンニョムから食べようかな。じゃあ、俺これ。はい、じゃあ俺これでいただきます。いただきます。うわー、うまそう。いただきます。はい、うん、おいしい。おいしい。いただきます。うん、なんかさ、お腹空いてるから余計おいしく感じるかも。おいしい。うん、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 何が好きなんですか、チキンのが。ヤンニョム食べますよ。うん、うん、あるのよ、食べる。でもね、ハニーマスタードも好き。うん、辛いのない。うん、美味しいですか？うん、うん、なんかマックにも合いますよね、マスタードみたいな。うん、うん、合う。ああいうのも美味しいのかなって思って、うん、だってハニーとマスタードだよ。マック、待って待って、バーベキューなの？バーベキュー派です。絶対マスタードが美味しい。嘘、絶対マスタードが美味しい。いや、もうでもなんか全然印象なくて、一回食べたことあるんですけど好きじゃないってなって、うん、そう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 。子供だな子供だな身長おいくつですか？私58です。え、いくつ？え、全く一緒。ほら、あれ本当に 58？ うん、58。なんで？あれ、でも身長高く見える？絶対詐欺ってんだろ。え、え、158でも、うん、え、リサの方が高い？うん、ちっちゃい。でも154とかかと思うんですよ。うん、58だよ。分かり間違えとかじゃなくて？うん、嘘。立ってみてよ。ええ、ほら、一緒くらいでしょ？一緒だよね。え、あ、でも同じくらい、同じくらい。ほら、あ、同じ。え、うちよりちっちゃく見える。なんで？最低。ちょっと。そうなんだ、同じでした。18やん。びっくり。2人はどうやって知り合ったの？うん、私、あれ、え、私だ。いつ知ってくれたの？マリが11月くらいに本当にちょうどフレンチガーリーにハマってた時に、なんか出てきて、フレンチガーリー調べてたら、あれ、インスタ、インスタかな、インスタで、かわいいこの子と思って全く一緒やと思って、この子みたいになりたいなと思ってフォローしたら、まさかの教室出てたと思って、出てたの。いいんですか？うん、あ、でも順番に食べようかな、こっちから。そうそうそう、だから出ててびっくりして、うわ、これは仲良くなれるわと思って、そしたらフォロー返ってきて、いや、それはね、と思って、嬉しいと思って。もうリサの方こそ、だよ。いい、いい、逆に、うん、やってさん、
リハも一応教室で出てたけど、うんうんうん、なんていうの、リハの後の段のから、うん、変に変わった時からめっちゃバズり始めたから、うん、誰が、あのほら、シュンマヤとか、うん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 、あ、結構さ、え、結構シュンマヤより前か、うん、うん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 、あ、じゃあ見てないかも、そう、それから、うんうんうん、バズり始めたからもう全員知ってるわけよ、うん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 、しかももうめっちゃバズってた時の教室の出てる人だから、うんうんうん、そりゃ知ってるじゃん、うん、もう見たくなくてもさ TikTok そういうのねえ、ウェブもね、うんうん、だから嬉しかった、やった2人の第一印象は、うん、第一印象は、うん、俺の第一印象、え、初めて会った時に、うん、それともインスタ見て、インスタ見て、あ、どっちも、うん、インスタ見たときはめっちゃ細めっちゃ可愛い、まあ、プリンツ帰りだって、そうそうそう、だから憧れだった、うん、じゃあ会った時ももうお姫様感がすごいと思って可愛いと思ってた、うん、でも喋りにくいと思ったでしょ、うん、なんか怖いのかなって少し思ってたんだけど全然優しかった、すんごい優しかった、嬉しかった、うんうんうん、でリサはまあ今日好きかな、はじめまして、はじめまして、めっちゃロングのイメージあったかも、うん、ロングの姫カット、あ、そう、姫カット、うん、姫カットロングを私って言われてずっとのイメージだったかな、うん、嬉しい、そう、可愛かった、うん、で、会った時は、うん、え、どうだろう、なんかTikTok とかで見てたから、そう、性格とかも、うんうんうん、あ、こういう、なんか、わきゃきゃ系だなと思ってわきゃきゃきゃ仲良くなれそう、うん、仲良くなれそう、よかった、どうでした、思い通り、うん、かわいい、思い通 り、あの、ギャップ、あ、ギャップ、ギャップない、ギャップだ、いやいや、ギャップない言い方、そのまま、そのままだった、めっちゃいい、嬉しい、ありがとうございます。2人の共通点は何ですか。これはさ、前話してくれた、あれじゃない、フィリピンハーフです、そう、そう、そう、フィリピンハーフ、フィリピンハーフ、いっぱい入ってるけど、うん、でも入ってる、そうそう、フィリピンも入ってるから、うんうんうん、フィリピンハーフじゃない、でも大新章を見た時も、うん、フィリピン入って、うん、えっ、って思って、一緒って思って、嬉しかった、うん、すっごい、2人の系統は、系統は、皆さんはフレンチがあるよ、うん、特に縛られてなくて、うん、いろんなジャンル今着てて迷い中です、うん、フルマリ、マリフ、マリリサ、リサマリ、うん、ナイフ、リサマリの方がしっくりくるかな、そうな、うん、フーマリとか、フーマリだとなんかカップルみたいなリサマリ、うん、リサマリの方がしっくりくるのかな、うん、どっちの方がくるんだろう、うん、マリフ、料理の名前みたいな。リサマリで。リサマリで、うん、いいね。ポーズ何回揃うかチャレンジ。はい。せーの、チャキン。せーの、チャキン。せーの、チャキン。これ実は実はです。謝りましょう。はい。え、生徒さん。本当に申し訳ございませんでした。実は実は、はい、実は3回目3テイクテイク3テイク3でございます。3回目、そう、3回目でもね、2回目の時にこれは合ってたんだけど、あのね、カメラが回ってなかったということでね、そうそう、事故、事故、そうそう、事故で、1回目は1回も揃わなかったね、そうそう、9回くらいしたんですけど、1回も揃わなかったよ、合わなかった、気合わないのかなって思ったんですけど、2回目でちょっと運命勝ちたみたいな、うん、ってことで、はい、やらせーみたいな、やらせーみたいになってるんですけど、まあでも2回目あったんで許してください、はい、お願いします、はい、でもう一回質問に戻ります、はい、はい、2人のおすすめコスメ参戦を、うんうん、クリオ、はいはい、クリオのアイシャドウパレットと、うんうんうん、あとなんだろうな、シュウエムラさん、クレンジングとか、いや、ファンデーションあーと、ロム&リップはめっちゃ好きです、うん、ロム&じゃない、今はロム&です、あ、え、あるんですか、ロム&リップ、あ、ロム&リップ、あ、ロム&リップを今使ってます、ロム&、ロム&、ロム&、あ、
ロム&のリップを使ってた。分かんなかった。まあ、ハーフだからさ、うちら。そうだね、ハーフだからさ、許して。ちょっと日本語喋れないからさ、全然。そうそうそう。じゃあ、リサは、このエチュードハウスのリップ。うん、めっちゃ好き。これエチュードハウスなんだ。そう、めっちゃいい。ブルベ？これなんか、イエメとブルベどっちもいける色。そうなんだ。これめっちゃおすすめ。かわいい。と、ディオールのファンデ、今使ってるんですけど、ディオールファンデとか、アイシャドウは、フーミーを使ってます。フーミーあ、フーミーか。うん、かわいい。使ってます。マスカラとかもすごいです。あ、マスカラ、ね、マスカラミルクタッチです。ミルクタッチ、うん、皆さん覚えましょう。ミルクタッチでございます。はい、マリちゃんも。マリは、あの、マジュリカマジュマジュを使ってます。でーす。次、はい、ブランディ好きなタイプ。あー、ブランディ好きなタイプ、何のですか？男の子に気をつけたい。わー、男かーい。でも好きになった人がタイプなんですけど。わー、一番。そう、なんか、そう、誰、まあ、そう、分かんないの、分かんないの。だって毎回違うんですよ。じゃあ、外見一つと中身一つ。わー、だったら外見。あ、外見はもう本当に、そう、なんか友達と話してたんですよ、あの解説みたいなのにしてたら、わし型タイプの顔が好きなの。はい、わかりやすい。わかりやすい、もう顔がくっきりしてる、はいはいはい、鼻高くて、あ、なんか骨骨してる、あ、肉がないです、ここのほっぺとかに、そうそうそう、でも可愛いみたいなね、はいはい、中身は？中身は、むずいな。まあ、例えば皆さんの前でこうやってこうやっているときはめっちゃ盛り上がり役でめっちゃなんかテンション高いみたいな、でも2人きりになると落ち着いてこうやって、そうなのねって、もう優しく、なんかもう優しい人はとにかく好きです。年上？年上派です。だそうです。だそうです。ふりちゃんは？私は、外見は王道な感じがいい。うん、なんか可愛いもかっこいいもいける。うん、マッケンさんみたいな。あ、マッケンは濃いかな。山崎賢人がいい。あ、山崎賢人がいいだそうです。おお、ね、なるほど、王道だ、確かに。中身はなんて言うんだろう、なんか笑ってくれる人がいい。なんか笑ってくれる人がいい。あ、確かに、ずっと笑ってくれてるといいですよ、ね、そう、なんかリサがこう見、こうなるとなんかちょっとボケちゃうとかがあるから、なんか笑ってくれたり。確かに、ずっと笑ってくれる人いいかも。なんか気楽ですよね、一緒にいて楽しいし。一緒にいて楽しいから、まあ、関西弁とかだったら惚れちゃうかな、ちなみに大阪の方いらっしゃいませんか？はい、でーす。すごい、素敵。仕草聞いてもいい？仕草？好きな男性の仕草聞きたい。仕草？顔見た時に、って言われます。あ、ねえ、それ見たことあるよ。いたあ、いた、それもあるんだ。そう、もうね、目合った時に眉毛、ん？って言われると、そう、みたいなでも好きな人に限る。限るけど、まあでも消されたら、落ちちゃう。そう、ふりちゃんは？リサは、こうやって唇かぶしてます。なんか、みたいな。うわ、エッチ！エッチ！なんか照れ笑いしてる人が好きです。はにかみ笑顔みたいな。みたいな。その人いる？韓国人。あー、韓国人か。もうそれはカンドラしか見れない。カンドラしかね。イケメンに限る。イケメン限る。ごめんなさい。そんなね、タイプじゃない人が。だから、でもさ、あれよね。どうしたのみたいな。どうしたの？変わったの？みたいな。なるよね。マジでそう。わかるわかる。すごいですね。はい。二人が参考とかモチベにしている人、私は二人ともです。嬉しい。いますよ、憧れの人。ロールモデル。でも、アイエさん私は憧れにして。でも、レベル高すぎるからなんて思う。いやー、まあ。ほら、憧れだからさ。まあね、憧れだからね。そうそうそう、一生の憧れ。え、でもさ、綺麗系じゃない？綺麗系ですね、すごい大人っぽい感じ。綺麗系がいい。でも顔パーツ全然違うので。あ、もう諦めてます。可愛い系じゃないとダメなのは分かるんですけど。まあまあ、憧れだから。そうそうそう。逆に、あ、私は、はい、チーポポ様です。わかります。ホームガニしてらっしゃいましたもん、この間なんて遊んでる時に。そうなんです、ね、そう、チーポポ様がすごく好きだそうで。そうなんです、可愛いですよね。もうよくプリクラとかでも撮りに行く、メルルにね、はい、いて、はい、かわいい。昨日ライブしてたんですけど、ポポさんがもうずっと見てました。
ついてたんだ。おえー、コメントしたいけどさ、うん、ちょっとできないじゃん。わかる、なんか恥ずかしいですよ。そう、恥ずかしくて、キモいじゃん。いいと思いますよ、全然可愛いし。え、ワンちゃん知ってますよ。いや、知らないよ、そこまで。えなりさんは、ポブちゃんと仕事をしたら辞めます。仕事あ、仕事辞めます。あれ、なんか言ってましたよね、前ね。だから、仕事辞めるからあ、仕事辞めるな、もうそれがもう、 ポブちゃんと仕事したら仕事辞めるから早く一緒に共演したい。早く共演したいということは、イコール辞めたいっていうことですすごい、はい、だけはさぁ、そろそろ最後かな、うん、お互いの好きなところ。好きなところ、優しいところです。気を使えて、なんか年は離れてるけど全然なんか接しやすいっていうか。やったぁ、壁がない、から、あの、あ、この子は仲良くなれるわって、あの、会った時に思った。思った。そう、コラボ前に一回遊んでるんだよね。そうそうそう、一回遊んだんですよ、ね、その時に思った、うん、あ、この子いけるタイプ、この子いけるタイプだって感じだったんですね。思いました。はい、よかった、嬉しい。今後も仲良くしてください。はい、はい、こんな感じで今日は韓国チキンを食べながら、うんうん、まりちゃんと、うん、インスタで募集した質問箱に答えていったんですけど、たくさん、そう、感想を聞きたいです。え、めっちゃなんかもうなんか楽しくて、なんかもうとりあえず美味しかったし、もうなんかでもね、2人ともね、でもう落ち着いたチャンネルすごく落ち着いて食べれた。はっ、ここがふうりちゃんと、そうそう、お話ししてくれて優しいし、やっぱり相変わらず優しいなって思いながら、うん、楽しかったです。あ、よかったです。まりちゃんの方でもコーデの動画が上がってると思うので、そちらもチェックしてみてください。お願いします。あと概要欄に、あの、まりちゃんの、SNS も載せてあるので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。嬉しい。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントもたくさんしてくれると嬉しいです。バイビョンって言います。うん、OK です。それではバイビョン。